前回は宿坊での初めての体験に心安らぐ思いをしました。宿坊ならではの体験、早朝の護摩供養に参加します。毘沙門堂の本尊には弘法大師作と伝えられる毘沙門天が安置されています。毘沙門天は四天王の一尊で、信じる者には財宝を与えてくださる仏様です。脇に安置されている舵取り不動明王は、大師が唐に渡った時、その船の舵を取って航海の安全を守ったことからその名が付きました。奥の院には20万基を超える各時代の大名をはじめ、あらゆる人々の墓碑が並び、110の藩主が供養塔を建てています。戦国の名だたる武将も魂の休まる場をここに求めたのでしょうか。中野橋は一の橋と五廟橋の間にあるので中野橋と言われています。正式には長洲橋といい、平安時代にはここは体を清める場所だったようです。そしてこの川は金の川、三途の川と同じで、この橋を渡ると仏の世界に入ることを意味しています。残る伝説にこの角番坂があります。石段が43段ありまして、42死にを超える坂と言われているんですね。ここを上がるときに転んでしまいますと寿命が3年しか持たないと言われておりまして、別名3年坂と呼ばれています。急
気をつけて上がらないといけないですね。いよいよ五病橋にやってきました。ここからは大師廟の霊域に入ります。この橋を渡ると仏の浄土へ行くと信じられ、罪や煩悩が除かれるというので、無明の橋とも呼ばれていました。灯籠堂は本来は拝殿で五病を守る僧が修行をしたり、参拝者がおこもりをする場所でした。お祭りされている灯籠の多くは先祖供養、家内安全を祈って奉納され、灯籠で堂内がいっぱいになっていることから灯籠堂と呼ばれるようになりました。その灯籠の輝きの中心で千年近くも燃え続けている消えずの火が、永遠に生きている弘法大師の命のシンボルのように思えてきました。とそこにつながる道、道中語られる弘法大師にまつわるお話は大師の偉大さを知らしめるものばかりでした。そして高野街道を歩いてみて、弘法大師が残した虚しく生きて満ちて帰る、この言葉を実感として私の中に得ることができました。